今回3度目なので、で初めてショートになってからのカレンダーなのですごい気合が入りました。このページなんですけど本当すごい気合があって、そうそれで髪の毛も若干なんか濡れちゃってるんですけどなんか短い方が自分らしいのかなとも思いますし、周りからもなんかショートにしてよかったねってすごい言われるので自分でも気に入ってますね。ショートにしてから割とファッションのも変わってきて、長い時って割とこういう大人っぽい感じとかはちょっと女の子すぎちゃってできなかったんですけど、でも最近ショートにしてからワンピースすごいガーリーな服を着たりとかもするようになったので、本当にショートにしてよかったなって思ってます。20歳っていう記念すべき20歳の月なので、でなんか真っ白に、逆に真っ白にしてみて、すごい女の子らしくしてみました。それがすごくお気に入りですね。まだなんか自分でもあんまり多分ずっと変わらないんじゃないかなって思うんですけど、でもなんかもう少し落ち着きが欲しいな家の中でとか割とうわーとかやってるので妹さんとそういう感じになるんですか？そうなんです、妹といると特にはしゃいだりとかするのでちょっとそういうのを減らしていきたいなと。いや、それはそれでいいんじゃないですかねこの間、ちょっと妹さん、すずさんを取材したところですね、はい、お姉さんと共演してみたいなと。あ、本当ですか？言っていました。嬉しい。それ見ていかがですか？超嬉しいです。なんかあんまりお姉ちゃんとはって感じだったのでいつも突き放されてばっかだったんで嬉しいですね。私も共演してみたいですね。ただしその後に続くんですけども、ただしが、はい、どんな役ですかって言ったら兄弟喧嘩する役がでそれがどうします、はい、どうですかって言ったら私が口喧嘩なら絶対勝ちますと言ってました。いやそれは皆さんとしていかがでしょう？いや多分負けますそうなんですか？多分負けますね。じゃあぜひ共演していただければ。はい、いつかは共演してみたいですね。まだ見てないですお姉ちゃんも大人っぽい表情するんだねって言われる気がしますちょっとなんか上から見せてる感じ。そうなんですよね、割と私がこだわさせていただく番組とか見ると割と上からお姉ちゃん今日なんかワンピース可愛かったね、首から下は可愛かったよみたいなことをよく言われますねそうなんです、もう片思いなんですずっと免許を取る。もう取れますよね。取れるんですけど取れるんですけど、あんまりなんか車免許欲しいなってあんまり思わなかったんですけど、なんか兄とかが免許で取って車運転してるの見て、あ、いいなと思って、で地元の友達もみんな取り始めたので、そろそろ私も取らなきゃなと思って、セブンティーモデルの間でドライブしたいねとか話したりもするので。どこ行きたいとかあるでしょうか？江ノ島。江ノ島、一番ですね、はい、大渋滞ですよ、はい、江ノ島と、うん、あと鎌倉に行きたいです。なんかもうとにかくいろんな役をやりたいなと思ってますね。今撮影してるノッティビーの僕らはみんな死んでいるっていう作品では笑顔が少ない役だったり、来年公開する銀のサジだ等身大の女を演じたりとか、いろんな役をやらせていただいてるので、もっともっとお芝居の幅を広げていきたいなと来年は思ってますね。もうダークな真っ黒な役を。どんな風に演じます？はい、もうなんか画面に映るだけでみんながうわーって嫌がるような、はい、役をやってみたいなと。じゃあ悪女も。そうですね。